さ、着いたぞ。どこですか？すぐそばのマンションだよ。俺の家があるんだ。すごく大きいです。総一さんってお金持ちなんですね。まあな、いつまでもこんなところにいても寒いだろう。とっとと入るぞ。はい。すごく広いです。お店よりずっと。ま、中身は空っぽだけどな。今日はいろいろあって疲れただろう。先のことを考えるのは明日にして、早めに寝たらどうだ。寝室は俺の寝室のそばにもう一つあるし、そこが気に入らなければ適当な部屋を使えばいいし。とりあえず案内するよ。はい。総一さん、まだ起きてたのか。ああ、そうか。トイレの場所を教えてなかったよな。すぐ案内するよ。広いからちょっと遠いぞ。今のうちにちゃんと覚えておかないと、夜中大変なことになるもんな。ああ、でも忘れたら遠慮なく起こしていいからさ。何やってるんだよ。みんなこうするんですよね。でもこの先どうしたらいいのかわからなくて。所詮全てごっこ遊びだったってわけか。そうじゃないんだ。そうじゃないんだよ。あの頃に比べたら俺は金だって力だって何だって持ってる。何だってできる。そのつもりだったのに結局はこのざまか。あの頃と何一つ変わっちゃいない。小さな女の子一人救えず幸せにしてやることもできなかった。それどころか気がつけばあんなに憎んでいた。絶対にああはなりたくないと思っていた。汚い大人の仲間入りしてたってわけか。畜生、こんなつもりじゃなかった。
こんなはずじゃなかったのに。畜生、畜生、どうしてこんなことに。宗一さん、宗一さん、どうしてそんなに辛そうな顔をしているんですか。やっぱり私がまた何か失敗しちゃったせいなんですか。そうじゃないんだ。じゃあやっぱり私が小さいから。そうじゃなくて。じゃあ何があったんですか。昔話していいかな。多分聞いていればわかるからさ。はい。昔あるところに仲の良い兄弟がいてさ、姉さんと弟の二人兄弟で両親と暮らしていたんだけど、ある日二人とも捨てられてしまった。知ってます、そのお話。森の中で迷ってお菓子の家に行くんですよね。でもその家は本当は悪い魔法使いの家で、それから悪い魔法使いの家に行ったのは弟だけだった。姉さんを守りたくて、幸せな生活を手に入れたくて、弟は自ら望んでそこへ行ったんだ。たくさんの宝物と引き換えにしてさ、後の話はよく似たようなものだ。ようやく魔法使いの家をぶっ壊して逃げ出すと、弟は姉さんの待つ家に意気揚々と向かった。お話通り両親はもういなくなってて、姉さんと弟は二人で末永く幸せに暮らし、これでめでたしめでたしのはずだった。だが話には続きがあった。弟は姉さんに会って、自分がすっかり変わり果ててしまったことに、自分もまた悪い魔法使いになってしまったことに気づいたんだ。長く囚われている間、あまりにもたくさんのことを知りすぎたために、もう姉さんとは一緒に暮らせなくなっていた。そういうわけで弟は結局家に戻ることはなかった。そんな昔話にしては冴えない話さ。寂しくて悲しい話です。だからといって別に悪いことばかりじゃない。外の世界は刺激に満ちていて、小さな家の中で縮こまっていては一生経験できないようなミッションでいっぱいだった。それはそれで充実した、とても楽しい毎日さ。だから別に今更懐かしいわけでも、ましてや戻りたいなんて思うわけがない。ただ時折ほんのちょっとしたきっかけで、あの頃のあの家のことを思い出すんだ。本当に俺の選んだ道は正しかったんだろうかって。結局戻ってきた俺が手に入れたのはこんな空っぽの部屋一つだけ。それでも本当にこれでよかったんだろうか。どうしてこんなことになってしまったんだろうってさ。お前はほんのちょっとしたきっかけに過ぎなかったんだよ、ナナミ。もう一つのありえた選択、俺たちが歩んだかもしれないもう一つのルート、過去を振り返りながら
そんな道筋を、その痕跡を懸命に探し出し、もう一度たどり直してその行く末を知る、そのためのきっかけに過ぎなかったんだよお前は。けれども、もう一つのルートなんていくら探したってあるわけないんだ。当たり前だよな、そんなものは。ただ可能性として選択肢としてあったというだけで、俺が一つのルートを選び取った瞬間に永遠に失われたのだから。それは最初からこの世界に存在したことすらなかったルートなのだから。だけど俺はそんなことには気づかないふりをして、自分の中の過去だけを見つめながらお前を利用したんだ。もう一つの選択をした時、俺の前に現れたかもしれない世界を見てみたかったんだ。それが嘘っぱちでも、ごまかしでも、ごっこ遊びでもよかった。ただ見てみたかったんだ、その世界でうまくやっている俺たちを。困っていたら助けてやりたかった、ただそれだけだったんだ。なのに、畜生、俺のしたことは、俺の果たした役割は。そんなつもりじゃなかった。俺はただ笑っていて欲しかったんだ。仕方ないやつだな。コックさん、コックさん、アヒルのコックさん。
なあ、ナナミ。はい。お前、靴はどうしたんだ？綺麗だから汚しちゃいけないなって思ったから脱いじゃいました。そうか。すごく綺麗な青い石ですね。大理石だったかな。表面をツルツルになるまで磨き上げてから鏡面加工と硬化処理をしてある。要は鏡みたいにピカピカになるようにしてから硬くして傷がつかないようにしてあるんだ。本当に鏡みたいです。植木鉢や家具が映ってて裏返しにもう一つお部屋があるみたいです。あ、裏返しの総一さんの姿も映ってますよ。じゃあ、こうしたら裏返しの私にも会えるのかな。おい、どうした？なんでもないです。ゴキブリでもいたのか。朝ごはんを持ってきてくれたんじゃなかったのか。その白いのってやっぱり牛乳だよな。食い物の類なんてもうなかったと思ってたけど、どこかに残ってたっけ。なんだ、朝ごはんの話だったんですね。冷蔵庫にコップ一杯分だけ残ってました。そうか、よく見つけたな。このまま放っておいたらヨーグルト状の別の何かになってたところだよ。ありがとな。あとメニューは、主食だったりするのか。主食ですか。いつもこればかり食べてたのかってことだ。はい、お店でよく余ったから捨てちゃうのももったいないし、それに甘くて美味しくてすぐにお腹いっぱいになるから。そうか。
どうせもっと食べてくださいとか言うんだろ。言われなくても分かってるよ。あの、それもそうなんですけど、それだけじゃなくて、見てほしいものがあるんですけど。これのことか。ああ、よく郵便受けに突っ込んであるチラシ広告か。何何？キャベツ1玉50円、 M サイズ卵1パック20円、かっこ本品を除く500円以上お買い上げの方に限ります。男爵芋1袋かっこ約 500g100 円、オープンよりタイムサービス、売り切れごめん、一家庭それぞれ一品限りでお願いします。かなり安いな。どこの店だ？年に一度の社運還元セール、大創業祭、フレッシュフーズスーパーディスカウントマーケット、ニココマート。あー、郊外にある安売りで有名な大型店か。俺がちょっと前まで住んでたアパートにもよくチラシが入ってたよ。これくらい安けりゃ多少遠くても客はやってくるもんな。あの、それにしてもここって俺の記憶が正しければ月に一度は大創業祭やってるような。ま、安けりゃ誰も文句は言わないか。で、なんだ、買い物に行きたいのか？別に構わないけど、ここから少し離れてるから今からだとオープンタイムセールには間に合わないんじゃないかな。それでもいいんなら。あの、そっちじゃなくて裏の方を見てほしいんですけど。読んじゃいましたか。まあな。それで？それで、あの、雇ってほしいんですけど。誰に？宗一さんにです。俺に？どうして？昨日私のせいでいっぱいお金を使わせちゃったから、少しでも返さなきゃって思うから。それにお店も辞めちゃって、これからどうしたらいいのかわからないんです。そうか、働いて返すってことか。殊勝な心がけだな。それで、どうやって働くつもりだ？お掃除でも、お洗濯でも、
何でもします。掃除洗濯って言っても一人暮らしだからな。それにこの部屋の掃除は専門の業者が定期的に行っているからあんまりすることはないんだ。じゃあお料理とか。それは断る。ああいや、生活が不規則だし外食が多いんだ。そうなんですか。じゃあどうしたら。あとは留守番くらいかな。お留守番って何するんですか。この部屋に誰かが帰ってくるまでせいぜい待ってることくらいかな。これだけじゃ仕事とも呼べないよな。ちょっと待ってろよ、何か考えてみるから。誰だこの忙しい時に。開けたぞ。誰かは知らないけど用があるならとっとと。っておいジジイ、何の用だ。こら勝手に入ってくんな。福原正蔵じゃ。いい加減に名前を覚えろ。うるさい、勝手に入ってきやがって。住居不法侵入罪で警察に突き出してやる。もちろんそれだけで済むと思うなよ。警察に引き渡す前に積年の恨みつらみ貸しの類はきっちり返させてもらうからな。五体満足でこの部屋から出ていけるなんて思わないことだ。ジジイ、念仏は唱え終わったか。何を寝ぼけなことを言っておる。警察を呼ぶのはこっちの方じゃ。昔からどこかうさんくさいやつだと思っとったが、とうとうやらかしおったか。どこからさらってきた。は？営利目的か。なんじゃ口をパクパクして声も出ないほど動揺するとはよほど後ろめたいようじゃな。なになに、違う、そんなわけあるかボケ。じゃあと、そうじゃな、確かにお前さん礼儀はなってないが金だけは持ってそうじゃからの。じゃとしたらやっぱりそっち目的か。その若さでどうしようもないクズっぷりじゃの。まあ見たところお嬢ちゃんは幸いなことにまだ何もされてないようじゃし、ここはどうじゃ。悪いことは言わんからおとなしく自首してくれんか。承諾してくれるなら通報するのはあとしばらく待ってやるし、犯行も未遂でしかも自首ということなら刑期も1、2年は短縮されるじゃろうて。どうじゃ、悪い話ではあるまい。そうか、分かってくれたか。とんでもないことをしてくれたもんじゃが、お前さんはまだ若い。これからいくらでもやり直せる。だからせいぜい塀の中で精進してくれ。思い出したら差し入れの一つでも持って会いに行ってやるでな。それにしても最近の若者ときたら、若いうちは年上に限るという鉄則を忘れていきなりマニアックな趣味に走りよって。お
前さんもそうじゃ。どうしてそんな早まったことを。だからわしの娘にしておけと言っておいたじゃろうが。ちょっと待て、他の発言はたちの悪い冗談だったってことにしてやってもいいが、最後のだけはどうしても聞き流せん。貴様の娘は趣味以前の問題だろうが。年上にも限度ってものがあるんだ。むしろそっちの方がもっとマニアックじゃないか。まったく、さっきからわけのわからないことをベラベラと一方的に喋りやがって。しばらく黙って俺の話を聞け。俺はそれ系の犯罪者でも誘拐犯でもなくて、この女の子はだな。まさかこの後に及んで俺のいとこだとか生き別れの妹だとか、実は俺の隠し子だとか見えすいた言い訳をするんじゃないだろうな。貴様なぜ当てる。というかどうしてそれが見えすいた言い訳なんだ。俺が誘拐犯だなんて途方もない話に比べれば十分あり得る話じゃないか。バカ者、日頃からうさんくさい匂いをプンプン撒き散らしているお前さんと違って、この子はごくまっとうな、そうものすごくいい子じゃないか。お前さんのようなクズとは縁もゆかりもないってことぐらい一目見ただけでわかるわ。さあ、見苦しい言い訳はよして、犯した罪を洗いざらい話したらどうじゃ。さっさと楽になるがいい。わかったよ。やっぱりじいさんにはかなわないな。全部正直に話すよ。うん。実はこの子は俺のフィアンセ、俗に言う婚約者ってやつなんだ。なんじゃと。あんまり驚いていると心臓に悪いぜ、じいさん。それとも言い名付けって言わないとじいさんの世代じゃ通じないのかな。どうした、口をパクパクさせて。そんなに俺とこいつの縁組がショックだったか。なになに、いい加減なことを言うでない、このクズが。だと、ま、最後まで聞けよ。もちろん真っ当な方法じゃないからさ。そうそう、そうやっておとなしく聞いてりゃいいんだ。俺んちが不動産業を営んでるってのは知ってるよな。最近不景気だからさ、そんな商売をやってるといろいろと不幸な話が飛び込んでくるわけよ。不渡りを連発して首の回らなくなった町工場とかさ、そんな後のない連中が資金繰りに困って工場の土地を担保に金を借りに来たりするわけだけど、大抵はろくな物件じゃないので門前払いさ。だけどそんな連中の中にとびきり可愛い一人娘がいるって噂のやつがいてさ、それで融資と引き換えにこれ以上は言わなくてもわかるだろう。このドゲ動画。そんなに熱くなるなよ、血圧に響くぜ。別に何の問題もないだろう。それとも何か、出るところに出て全部明るみに出して、せっかくの高校娘の献身を台無しにしようってのか。いいぜ、やってみろよ。警察でも何でも呼べよ。
それはそれで面白そうだし、俺は全然困らないしな。こいつ。なんてことじゃ。そこまで腐り果てたやつだったとは。見損なったぞ。まったく、こんな腐り果てたクズの目に留まったばかりに。かわいそうにの、まだこんなに小さいのに。弱肉強食が資本主義社会の断りとはいえ、あまりにも広い話じゃ。よりにもよってこんなけだものなんぞに。まったく、こんなにかわいいのに。わしにも孫娘がおったらこれくらいじゃろうに。お嬢ちゃん、名前はなんていうのかの。はじめまして、竜田七海って言います。七海ちゃんか、名前もかわいらしいの。ありがとうございます。おじいさん、なんじゃと。今なんと言った。おじいさんじゃと。ごめんなさい、なんてお呼びしたらよかったですか。たまらん。なんて美しい響きなんじゃ。ジジイと呼ばれるような年齢になって久しいが、わしは仲いい孫娘ができることをずっとずっとずっと心待ちにしておったんじゃ。すまんが、もう一度おじいさんって呼んでくれんか。おじいさん。たまらんの。なんて可愛らしい声なんじゃ。このまま天国に行ってしまいそうじゃ。大丈夫ですか、おじいさん。たまらん。もうダメじゃ。おじいさん、おじいさん、しっかりして。そんなに連呼されると、ああ、花畑と大きな川が見えてきたわい。あれがあの世ってやつかの。